毎年秋から冬になるとインフルエンザの流行シーズンを迎えます。そして新型コロナウイルス感染症にもこれまでと同様に注意が必要です。自分を守るために、そして周りの人を守るために、正しい感染予防、新しい生活様式を身につけることが大切です。こんなに汚れ残ってるんですか？人との間隔はお互いが手を横に広げたくらいの距離、できるだけ2メートル、最低でも1メートルは空けてください。このくらいの距離を空けるということですね。今回のチャンネル四日市は、インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症の予防や感染が疑われる際の対処法をご紹介します。これから流行シーズンを迎えるインフルエンザ、そして世界で猛威を振るう新型コロナウイルス感染症、それぞれ注意が必要な季節です。こちらの四日市市保健所でしっかり予防法を学びたいと思います。やってきたのは四日市市保健所保健予防課です。寒くなると風邪やインフルエンザだけでなく、今は新型コロナウイルス感染症もあってすごく心配です。不安に感じる人も多いと思いますが、感染拡大を防ぐためにも一人一人が正しく理解して予防していく必要があります。まずは風邪とインフルエンザの違いについて教えてください。咳や熱など風邪とよく似た症状もありますが、インフルエンザは風邪と違い急激に発症します。インフルエンザはインフルエンザウイルスに感染することで起こる病気です。喉の痛み、鼻水や咳など風邪と同じ症状もありますが、38度以上の発熱をし、頭痛、筋肉や関節の痛みなどの全身症状があります。流行の時期は12月から3月、1月から2月にピークを迎えます。新型コロナウイルス感染症とインフルエンザでは症状の違いは何ですか？インフルエンザと新型コロナウイルス感染症では咳や発熱など似た症状もありますが、新型コロナウイルス感染症では息苦しさなど肺炎に伴う症状や下痢、味覚、嗅覚障害などが出現することがあります。現在分かっている新型コロナウイルスの症状は、発熱、咳などに加えて味覚障害や嗅覚障害を伴うことがあります。そして肺炎を引き起こし重症化する場合もあります。また潜伏期間がインフルエンザより長く、ウイルスの排出が発症前からあるため注意が必要です。発症前からウイルスを排出するということは、気づかないうちに周りの人に感染させてしまう可能性があるということですね。そうです。特に高齢者や基礎疾患のある人は、インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症ともに重症化しやすいです。新型コロナウイルス感染症は確立された治療薬やワクチンがまだありません。自分だけでなく周りの人のためにも、症状がなくてもみんなで予防することが必要です。はい。続いてウイルスにはどのように感染するのでしょうか？インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の感染経路は、飛沫感染と接触感染の2つがあります。これはくしゃみや咳がどのくらい飛び散るのかを特殊撮影した様子です。咳やくしゃみのしぶきはおよそ2メートル飛びます。感染者の咳やくしゃみのしぶきの中にウイルスが含まれており、それが飛散します。
それを別の人が吸い込んでしまうことによって感染してしまうのが飛沫感染です。主にどのような場所で感染するんですか？人が多く集まる場所です。また感染者がくしゃみや咳を抑えた手で周りのものに触れると、そのものにウイルスがつきます。別の人がそのものに触ってウイルスが手に付着、その手で口や鼻を触って粘膜から感染してしまうのが接触感染です。例えばドアノブ、スイッチ、電車やバスのつり革のようにみんながよく触るところは注意が必要です。感染しないためにはどうしたらよいですか？まず大切なことは正しくこまめに手洗いを行うことです。こちらはブラックライトに反応する薬品です。これを手についた汚れや雑菌に見立てて塗ります。ブラックライトを当てるとこのような感じです。普段はどのように手洗いをしていますか？最近気をつけてるんです。まず濡らすでしょ。たっぷり泡をつけてこする。流したらペーパータオルで拭いて、できました。それでは汚れが落ちているか見てみましょう。ブラックライトを当ててみます。こんなに汚れ残ってるんですか？手洗いは30秒程度かけて水と石鹸で丁寧に洗ってください。特に洗い残しの多いのが指先や爪の間です。念入りに洗うようにしましょう。はい。それでは正しい手の洗い方をご紹介します。日頃から爪は短く切っておき、手洗いをする前に時計や指輪を外しておきましょう。まずは流水でよく手を濡らします。石鹸をつけしっかり泡立てて手のひらをよくこすります。続いて手の甲を伸ばすようにこすります。洗い残しの多い指先や爪の間もしっかり洗いましょう。そして指の間を洗います。親指と手のひらはねじり洗いをしてください。最後に手首も忘れずに洗いましょう。洗い終わったら十分に水で流し、清潔なタオルやペーパータオルでよく拭き取って乾かします。どのようなタイミングで手洗いしたら良いですか？手洗いのタイミングとしては、外から帰ってきたら手洗い、料理を作る前に手洗い、そしてご飯を食べる前に手洗いということで、こまめに手洗いをすることが予防になります。また外出時にはマスクをする習慣をつけてください。たとえ症状がなくても感染している可能性があります。マスクがない場合は口元や鼻を上腕で押さえたり、周囲の人から顔を背けたりするなど、咳エチケットを徹底しましょう。マスクは周りに感染を広げないという点でとても重要です。感染防止のために人との間隔は空けましょう。どのくらい空けたら良いですか？人との間隔はお互いに手を横に広げたぐらいの距離、できれば2メートル、最低でも1メートルは空けてください。このくらいの距離を空けるということですね。感染防止の3つの基本、身体距離の確保、マスクの着用、手洗い、一人一人がこうした基本的な感染対策を心がけることが大切です。またインフルエンザは重症化を防ぐためにワクチンが有効です。効果が出るまでに2週間程度かかるので、流行が始まる前に接種しましょう。そしてクラスター、集団感染を防ぐために、日頃の生活の中で3つの密を避けましょう。
この3つの密が重ならないように工夫しましょう。インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症は家族間の感染も注意が必要です。もし家族が感染、もしくは感染が疑われる症状がある場合はどうしたらよいでしょう。まず感染者と同居者の部屋を可能な限り分けましょう。感染者は窓があるなど換気の良い個室で過ごし、人との接触を減らすことが大切です。また感染者の世話をする人は可能な限り一人に決めておきましょう。そしてできるだけ全員がマスクを使用してください。世話をする人は手にウイルスがつく可能性があります。目や鼻、口などを触らないようにしましょう。そして家族はこまめに石鹸を用いて手洗いを行ってください。感染者のいる部屋だけでなく、すべての部屋を定期的に換気をしましょう。トイレや風呂など共有スペースの感染者の利用を最小限に抑え、ドアの取っ手やノブなど消毒をこまめに行ってください。そして感染者が使ったリネンや衣服を取り扱う場合は手袋、マスクを使用し、一般的な家庭用洗剤で洗濯し完全に乾かしてください。また感染者が鼻を噛んだティッシュなどにもウイルスがついています。唾液や鼻水がついたティッシュはすぐにビニール袋に入れ、室外に出すときには密閉して捨てましょう。もし家族に感染者や感染が疑われる症状がある場合、こちらの8つのポイントに注意しましょう。家族の方も症状の出現の有無に注意しましょう。もし感染を疑う症状がある場合は外出を控え、ご覧の相談窓口にお問い合わせください。また医療機関を受診する際にはマスクを着用するほか、発熱がある際の受診方法などは医療機関の指示に従ってください。一人一人が正しく予防することで感染拡大を止めることができます。自分のため、そして周りの人を守るために、みんなでしっかり予防していきましょう。